2024年行けば運気が上がる開運スポット10選。2024年運気をぐんと上げたいあなた、今日は日本全国の最強の開運スポット10選を紹介します。健康運、恋愛運、金運、仕事運、すべてをアップさせたい方必見です。この動画を見れば今年の運気が劇的に変わるかもしれませんよ。最近何をやってもうまくいかない、そんなあなたにぴったりの場所を厳選しました。これらの場所に訪れるだけで新しいエネルギーを感じることができるはずです。1. 京都清水寺。まず紹介するのは京都の清水寺。運気アップに絶大な効果があると言われています。特に清水の舞台から見る景色は心を洗い流してくれるような感覚があります。2. 東京明治神宮。次に紹介するのは東京の明治神宮。縁結びや家庭円満のご利益があり、恋愛運を上げたい方に特におすすめです。3. 熊本阿蘇神社。阿蘇神社は金運や仕事運をアップさせたい方にぴったり、特に新しい挑戦を考えている方にはここで祈願するのがおすすめです。4. 福岡太宰府天満宮。学業成就や知恵を授かりたい方におすすめの場所です。特に受験生には大変人気があります。5. 奈良春日大社。健康運を上げたい方にぴったりの神社。自然豊かな場所で心身ともにリフレッシュできます。6. 兵庫生田神社。恋愛運をアップさせたいならここ、特に恋愛成就の祈願で有名です。7. 愛知熱田神宮。家内安全や商売繁盛を願う方におすすめ。新年に訪れる人が多い神社です。8. 北海道北海道神宮。北海道ならではの壮大な自然に囲まれた神社で心をリフレッシュできます。四季折々の美しい風景も魅力です。9. 大阪住吉大社。航海安全や交通安全を願う方に人気。大阪のランドマーク的存在です。10. 鎌倉鶴岡八幡宮。鎌倉のシンボルともいえる神社で恋愛運や勝負運を上げたい方におすすめです。これらの場所はそれぞれ異なるご利益があり、訪れるだけで心が軽くなり新しいエネルギーを得ることができます。特に2024年に行くとより一層の効果が期待できると言われています。これらの開運スポットを訪れることであなたの運気が劇的に変わるかもしれません。ぜひ週末や連休に訪れてみてください。今後も日本各地のパワースポットを紹介していきますので、チャンネル登録をして最新の情報をお見逃しなく。動画が気に入ったらいいねもお願いします。